皆さんこんにちは。リム情報開発の須藤です。今日は一般電気料金を決める要素の一つである燃料費調整額について解説いたします。月々の電気料金は基本料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金、電力量料金の3つで構成されています。電力量料金は使用した電力量に応じて発生する料金です。1キロワットアワーあたりの電気料金単価に燃料費調整額を足した上で使用電力量を乗じて算出します。ここで出てくるのが燃料費調整額です。式からもわかる通り、燃料費調整額は私たちが支払う電気料金に大きな影響を与えます。では、この燃料費調整額とは一体何なのでしょうか。燃料費調整額とは、発電にかかった燃料費を電気料金に反映する仕組みです。主な発電燃料である原油、液化天然ガス LNG、石炭の価格は日々変わります。それに応じて発電コストも変動します。発電コストの変動を速やかに電気料金に反映させることで、社会生活に必要な電気の安定供給を確保すると同時に、一般消費者への電気料金負担を最小限に抑えるのが燃料費調整額です。燃料費調整額は3ヶ月分の燃料の平均価格で決まります。厳密には各電力会社が購入した3から5ヶ月前の原油、LNG、石炭価格の平均です。これが各電力会社が設定する基準燃料価格を上回った場合は電気料金に上乗せされ、下回った場合には減額される仕組みです。3月の燃料費調整額は2月から上がりました。東京電力エナジーパートナーは3月の一般家庭向け燃料費調整額を2月対比で1キロワットアワーあたり 1.09 円引き上げるとしています。3月の燃料費調整額は3から5ヶ月前となる昨年10月から12月の原油、LNG、石炭の平均価格をもとに決定されます。これが2月の基準となる9月から11月の平均価格を上回りました。財務省貿易統計によると、10月から12月の原油の輸入平均価格は9月から11月の平均と比べ約 5% 上昇しました。コロナの感染拡大で停滞した世界の経済活動が徐々に回復に向かい、エネルギー消費が活発化したことが背景にあります。LNG も10月から12月の輸入平均価格が9月から11月の平均と比べ約 12% 上昇しました。欧州の天然ガス需給が逼迫し、価格が高騰したことが影響しました。脱炭素の流れが加速し、低炭素燃料として注目される天然ガスの消費が拡大したほか、ロシアなどの供給が例年より減ったためです。また、石炭も中国の減産などを背景に価格が上昇し、燃料費調整額を押し上げる要因となりました。なお、燃料費調整額には消費者の負担を抑えるため、一般家庭など低圧需要家向けは基準燃料価格プラス 50% のラインに上限が設けられています。3ヶ月の平均燃料価格がこれを上回った場合には、燃料費調整額は上限に抑えられます。上限を超えた燃料費については、電力会社の自己負担となります。このところの燃料費の高騰を受け、2月分から北陸電力、3月分から関西電力、中国電力がそれぞれ上限を突破、4月分からは四国電力と沖縄電力が上限を超え、自己負担分が発生する見込みです。いかがでしたでしょうか。燃料費調整額について少しは理解が進んだでしょうか。原油、LNG、石炭というと遠い国の話に聞こえるかもしれませんが、発電をこうした燃料に頼る私たち日本人も決して無関係ではありません。電気料金という形で知らず知らずのうちに
私たちの家計に影響を与えています。この動画がそんなことを考えるきっかけになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。